ウィングホーム代表斉藤です。娘の三浦です。ね、今回のお宅は後ろにすっごい大きな木がある。うん、これ欅の木だね。母屋の南側に息子さん夫婦が立った離れなんだよ。ね、ここに白いこの塀があるのはなんで？これは2階が上に乗ってるんだよ。だから柱。シンプルなポストですね。お客様は裏の母屋に行くから。親戚とかはね、母屋に行くってこと。そうそう、だからプライバシーそんなに気にしなくていいし、まあでもこれだけあればね。背が高いからさ、あと奥行きも結構あるから、張りますねこれは。あ、綺麗ね。あれ目立つね、菊田インド。絵みたいだよね。なんかトトロの木とか。であっちも曇りガラスで隣の緑が。そう。緑が近いからさ、なんか南国リゾートみたいな感じだよね。じゃあ、これ防犯だからあんまり開かないけど、ほら、見える緑が近いでしょ。うん、で、ほら、カーテンもモスグリーンで統一してるから、うんうん、なんかリゾート感があるよ。ここはね、こう無理やりアイランドにしてるんだよね。だいたい45センチ。ほとんどは向こう側で行き来するから、うん、ちょっとした対比用っていうの、うん、ここ冷蔵庫でしょ、うん、これ幅広いよね。フリーザーを置くのか食器だな。ちょっと聞いてみようか、うん、ライフコーディネーターの三井舞です。こちらのスペースは将来自由に使えるように空間を空けてあります。あ、白い蛇口。あ、これも品があるね。うんうん、いいね。水の出方すごく繊細です。見えない水の出方ポイントしてるの。ポイント。うん、オッケー。そこ押すと出方変わるんだね。黒いガス管ですね、うん。お父さんの会社でガス扱ってるんだよね。あ、そしたらね、アイスできないね。そうそうそう。ガス会社に貢献しない。え、安くなるのかな、ガス。いや、なるだろう、それは。あ、ガスにしたら、お父さんがガス代じゃ大丈夫。ガス代ぐらい出してくれるんじゃないの。え、本当にそんないい会社ある。ブラックのレンジフードね。で、扉も、もうブラックに近いダークブラウン、ね、結構な容量だよね。で、ここにあれでしょ、炊飯器とかトースターとか、うん、そうだよ。ほら、今回食器棚だからさ、うん、見せる収納じゃなくて、うんうんうん、かなりあるよね。相当ある。下にもあるし、ここにもあるし、うんうん、十分だよ、これだけあれば。逆になんかさ、物溜まっちゃいそう、うん、え？うわ、ほんと？ここあるんだ。そう、うわ、すごい、ね、ここにもあるでしょ。だからアパートに住んでる人からすれば、うん、もう持ってきて全部入っちゃうよね、これくらいなら。いや、全部入っちゃうし、こんなだって家族 4,5 人暮らしとかだとしてもそんないらないじゃないのっていう、うん、で、全面には収納がないんだね、今回。珍しいね。いや、でもこれが標準、うちのウィングホームの。これに対してアレンジしていくんだよね、したい人は。やっぱキッチンのこの前面は結構アレンジする方多いですね。モルタルにしたり、扉にしたり、うん、そう。ただまあこれもいいよ、シンプルで。私なんかこの木目の使い方、そうそう、なんか落ち着いたようだし、今回この電球クリアにしたんだ、うん、これもね、品があるね。うん、で、ここがほら、スタディーコーナーで。これ作ってる？これ作ってるよ、ね、埋め込まれてる。ここ、ここ、うん、こっちの中に埋め込まれてる。今回は埋め込み、まあ、外せるタイプと埋め込むタイプとお客さんに聞いて。それって予算どのくらい違うの？予算関係ないよね。そんな変わんない。そう、埋め込んじゃうと外すに大変でしょ、うんうん、でも掃除楽だよね。で、ピタッと作るっていう場合もあるよね。でも結局さ、なんかこう動かせるようにしてもその場所にしか置かないっていうパターンあるよね、うん、まあ、これだけしっかり作っとけばもう何十年も持つと思うけど、うん、子供がガチガチにしちゃうとかさ、ね、この電気もなんかここに1個だけ、うん、
シンプルこれも位置考えたんでしょ、うん、でほら上に天板に2つ穴が開いてて、うん、で下にコンセント向こうはLANケーブルもついてる、うん、でダイニングテーブルそう対面式になるよね、うん、こういう置き方なのかな、うん、まあこれしか置けないよねこれしか置けないでここがまあテレビコーナーっていうのかな今回は壁掛けじゃないから壁に穴が開いてないえじゃあさここでさあめここでお父さんお母さんテレビ見てさ見せたってするじゃんこのバーって書いてくるの見えるねそうだから子供は、はい、ほらリビング階段だけど、うん、リビングドアからさって入ってさって上行けるっていうちょい店みたいな確かにそうだねだからお母さんがこっちのキッチンにいるときは、うん、そーっと帰ってきたらバレないかもしれないでも子供って実際さ、うん、2階にいることも多いの1階にいることもいや1階だよねいや結局1階にさやっぱさ食べ物とかもあるしさそう設備は充実してるもん、うん、まあ反抗期以外は1階だろあ確かにあと自分のこう部屋を持ってあのなんか漫画読みたいとかあるじゃん、うん、そこが、リビング収納で変わってるこれ、うん、モノクロームっていうのかなメッキだねこれはそれはこれ本物の木かな最近ね見分けつかなくなってきたんだけど本当に見分けつかないまあ多分これフェイクだと思うフェイクだとしてもすごい、うん、あと色を合わせてるからね他の木と、うん、すごいクオリティ高いフェイク、うん、でこっち側にもここの木もそう一緒だ、ねうん、階段下を利用した収納だねこれは階段の奥まで入れてるから結構収納量あるよこの奥行き感とそこになんか棚作ったのセンスいい、うん、使いやすそうここの収納でそのままねここがね、うん、裏玄関っていうのかなほらここにちゃんと靴を脱げるようにしてあって、うん、そこを開けるとほらご両親の家と行き来できて間の庭でプールやったりバーベキューやったりできるわけよ最高、うん、この洗面でもなんかすごい変わってるねなんで右に鏡が寄ってて左に棚になってる、うんまあ、そこにミラーがないから、うん、出し入れが楽だよねミラー開けなくていいからパナソニック、うん、このアイアンのさこのタオル掛けもすっごい細い出会わないでしょ、うん、あこれかわいいじゃんなんかトイレットペーパー入れかなえここに詰めてないのトイレットペーパーいやいやそこはね掃除用具とか、うん、あでここも木使ってるうんでほらこっちが下半分は汚れ防止のパネル貼ってあるねうんうんうんここも開けるとここも防犯で一部しか開かないけどやっぱ緑リゾートで本当になんかジャングルの中の家みたいだねああ家の中には植物とかいっぱいいたらもっとジャングル感増す、うん、あこの扉はこれはね、本物の木これは本物の木そう、色合わせてるからね、わかんないよねクンクンに入ったじゃんあ、え、なんか綺麗ここがランドリールームで、うん、洗濯機、アイロン台、収納で、竿掛け完結するね、ここで、うん、これすぐ乾いちゃうんじゃない乾いちゃうと思うよで、ここがお風呂え、なんかこっちかわいい、うん、こっちもグリーンだね、色がうん、グリーンでえ、なんかグリーンのバスタブ初めて見たなんか最近グレーとかさ、そういう色も多かった気がする、うん、これ一周回って新しいって感じだね新しい昔はこういう色多かったんだよそれでは2階に行きますあ、こっちは曇りガラスのウィンドウにしたんだうん、母屋が見えるかなウィンドウある。なんか最近結構窓見ちゃう、うん、窓のついてる位置とかお邪魔しますほらここも入って瞬間に向こう側のこれ、ね、映画のロケ地みたいじゃないここから見える池も見えるよな綺麗今日曇りだからさ、うん、晴れてたらさこの湖面が光ったりさ
同じ市内なのにね、うん、こういう場所あるんだ。ここ子供部屋。本当土地選び重要だね。そう、正解がないというか。そう、ただね、土地代に景色代も含んでいいよね、うん、あー含んでいいよね、うん、でもあんまり含まれてないよね。ねえ、これなんか杉、これ杉、あーやっぱ天然の木の香りする。上も全面杉、うん、上も全面杉だよ。もうクローゼットの中はやっぱ調湿効果とか防虫効果とか、うん、まあ、一番は化学物質過敏症って言ってね。そうだね、パパそうなんだもんね、うん、ここに化学物質があると、うん、それが服に移ってその服ずっと着てると、うん、化学物質過敏症になりやすいんだよ。もう化学物質過敏症だって、まあ、20年以上だからね。あ、パパ、うん、ふわ、ここもグリーン、グリーンで統一されてるからなんとなくリゾート感っていうかホテルライクな感じがするんだよ。そう、この景色も使って家の中のインテリアも考える。そうだね。お邪魔します。ここはまだカーテンがついてないね。持ってくるのかな。なんか入った瞬間に花の香りしたんだけど、しない？しない。え、花の香り、なんかクローゼットの中の杉の香りがすごい今回いい香りがする。うん、時期によってさ、家の香り、やっぱ木の香りって変わったりするんじゃない？多少あるよな。春夏秋冬とか、うん、最近ほら、あったかくなってきてるから。あー、そっか、うん、香りが出やすいかもね。階段が終わったところも右側に置いてある。タンク上から手が洗えるようになってる。あ、下のトイレあったのに。これオメガコート塗ってるかもしれないけどね。オメガコート塗るとどうなるの？うん、弾くから掃除楽になる。へえ、汚れたりしないってこと？そうそう。あ、ここにウォークインクローゼット付きの寝室。そう、またここから下から見えるジャングルとまたちょっと違う、ね、木の上。これね、向こう側がさっき見えた欅だよね、うん、めちゃくちゃ背が高い。パパ、なんていう木なのこれ？これがね、スモモだと思う。もうついてるから実が。本当だ、スモモ食べれるのかな、うん、食べれると思うよ。本当に、うん、ちょっとこれ、これ寝室で頭どこにあるのかな、うん、こっち。頭はね、今のミーナの方だと思うよ。この床材は何？これはね、オークの無塗装だね。ずっとオークだね、この家は。一回もそうだったよね、うん、で、これがウォークインクローゼット。いいね。3畳かな。木の香りする、うん、パインの棚だからパインの匂いがするんだろうね。でもパインも杉もヒノキも全部好きな香り。3種類それぞれ違うね、うん、今日のピンポイントはこの1階の階段下収納です。もうこの奥行き感となんかいっぱい物入れたい感じが好きです。はい、私のお気に入りポイントはこの2つの窓です。設計の時から、このグリーンを見ようということでピクチャーウィンドウを提案してたんですけど、この、2つの窓から感じるグリーンが私のこだわりポイントです。